ああ危ない。俺行きます。聞こえたけどな。会話じゃない。行きます行きます。会話じゃないよ。生理聞こえないですか。おい何ですか。エキサイト翻訳すんな。無線って変に召されました。小さくてすみませんって大変だな。ほら、マグロのやついるかおかしいだろ。いないいない。おかしいだろ。マグロおかしいだろ。ハッチャ、ハッチャ3人いる、ハッチャ3人いる。ハッチャンだらけ。ハッチャ3人いる、おかしいだろ、お前ら。へぇへぇへぇ。おかしいだろ。中のうち弁当、中のうち弁当。お前やそれ。やめろお前、何言ってんだお前、やめろ。建築現場よりうるさいやんけ。やめてくれ、やめてくれ。建築現場よりうるさい。どうする夏目先生、どっちに入れる？冷静やな。どっちも入れないでいいよ。冷静やな。はっちゃん。珍しく冷静だな。3人いるからな今日。うん。のっち？なんや。やっぱりそう？止まらんかったな。いや全然止まれるよ次。で別にだって初手ボタンの前だから別に。うん。あ、ごめんなさい。ほんまはこっからや。ごめんなさい誰に入れたんや。飛ばしていくぞ夜の街。今はラムネ食べてまーす。マネをやらなきゃいけない。おー走ってるなー。ねえわかんない忘れちゃうもんか。ピン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 。ああ危ない。ああやばい逃げなきゃ。あさ、僕なんか真似する人いるやん。ふうふうふう。まあね、間接的に防げたってことで。おい、なんかジェットコースター止まったやつな、今。メインホール、真ん中、見れ。コックピットにノッチさん、シジンさん、瀬戸がいて、キッチンに多分竹尾さんが手で直してると思うから、そこら辺の人は。直してません。竹尾さんは、席を直してません。直してません。対抗。夏目先生が直してたかな。なるほど。まあでもそこら辺は厳しそうかな。うんうん、正解です。お、よかったですね。1ポイント。クラマくんって武器子だっけ？イエーイ。今は武器子だね。お、何今の？何？あ、ごめん。ん？いや、何？なんだ。何？あ、やばいやばい。立て直そう。どうしよう。うん、どうする？立て直そう。飯飯、一回飯いいからね。一回。一回飯ね。大事大事。一回ね。餃子の王将いこう。あ、いいな王将。天津飯。あ、餃子。餃子の王将なのに天津飯。金曜か土曜にしか行きたないな。でも餃子の王将。あ、ちょっとわかるわ。うん、わかるの。わかるわ。次の日。ズズさんにご馳走してもらおう。あ、そういうことか。ニンニク。いや、なんで？おはようの。やっぱりそれがくるんだ。あ、その気持ち。どういう顔？キショイグーフィーみたいなやつやめろ。誰がキショイグーフィーやねん。キショイグーフィーはやばい。何？で？ね、立て直してくれる？立て直そう。一回タバコ吸いに行くんかい、ちょっとみんな。一回一服しよう、一服しよう。オッケーオッケー、喫煙所行こう。タバコ吸うわ。貨物に喫煙所行こう。
貨物ってあるやん。あら、あなた見ない顔ね。あら、あなた見ない顔ね。喫煙所のイメージ、どの正面の喫煙所。最近来たのここ。初めてタバコ吸いました。あら、そうなの。あら、やだ、ヤニうま。あら、ヤニうま。あら、やだ、あら、まだ。あなた吸い方がなってないわ。タバコの味がわかりません。うん、ヤニうま。タバコ噛んでるで。ミニさんはミニさんはあんたら、あんたら見ない顔ね、この池袋のあの中心のあの喫煙所、池袋のあの中心の見ない顔が道路があるじゃん、島の中心のミネどうすんの、ミネどうすんの、ミネさん、ふぅ、あぶね、バレるとこだった。聞いちゃったからね、今のバレるかと思っちゃったっていうの。え、誰誰誰、何言ってんの、何言ってんの、それ。あ、もうこれもう意味かない、もうこれも。もう長くなっちゃって、これも。やばい、逃げなきゃ。ねえ、被害妄想ってやつですよ。ねえ、それ被害妄想で、被害妄想。俺を勝手に便利すんだな。それは被害妄想だわ。なあ、誰が頭の上があれだ、うんちみたいだ。ふざけんじゃないよ。言ってねえわ、お前。薄い。よろしい？よろしいっすか？よろしおす。クラマくんは、あの、夏目のことシェリフで切って死にました。え？え？場所は？場所は？それズズ、それズズが見てます。ミーティングっす。ああ、はい、なるほど。ミーティングっす。なんでや。いやー、マジか。ミーティングで夏目先生がずーずー黙っててねって言ったのを聞いててセリフで切ったんだと思う。はい。黙っててね、もうよくわからんけど。いや、ちょっと、あの、不慮な事故ってことで他のキル洗いましょう、ちょっと。残念。他のキルってなんだ？え？ 2 キル？え？瀬戸朝日か。瀬戸朝日も死んでる。うん。あ、今、クラマくんのレポートか。あ、うん。うんうん、じゃあキッチンで中野内詩人さんは最後5秒ぐらいアドミン見たんですけど、うん、貨物1シャワーあたりに、シャワーどっちかな、シャワー昇降機あたりに1とミーティング3キッチン2だったかな。キッチンに中野内詩人さんです。昇降機1竹雄です。手で直してます。シャワーに映ってるのは僕かも。ああ、じゃあ他ミーティングって感じか。じゃあわかんないな、右側で死んでそう。で、貨物が出てないもんね、個人的に。貨物で死んでそうっすけど、うん、まあ、最後見ただけなんでわかんないっすね。ここ釣りたいっすね、ちょっと。ま、ま、真面目にシフトしていい？どうしたの？いいよ、いいよ、真面目に。もうペイさんお願いします。僕、ライターなんですけど。はいはい。ラウンジ側から竹雄さんがアーカイブ入ってきてます。僕は、うん、ただ停電を直してます。すごいな、すごいな。ただ僕ライトつけてたんで、車のスナパイさんがいるのは分かってて見えてたんです。ライトつけてたんや、うん、なるほど。アーカイブは結構見通し良かったんで僕もライトつけて、ね、武雄さんが入ってきたから逃げたんですけどでらしいですよ。でもで、あとこれ新車でピカピカでしょ。いや、ああ、はい、うん、まあフロントも、もし人引いてたらね。そうそうそう、帰り地とかあるんじゃないかなと思うんでまあ僕ももし人不十分かなっ
て、あ、確かに僕もね、もし人殺してたら髪型崩れるかなって。ミネさんもちゃんと肩はめて捨てといたんでバレるはずがないんですよね。確かに竹雄さんじゃないかも。確かにって何ですか。あのなんで生き残ってんだよ。なんで生き残ってなんで生き残ってなんで生き残ってんだよ。おかしいだろ。あ、釣れ。なんで耐えてんだよ。おかしいだろ。あー、快楽殺人者やめて、やめて、やめてください。必勝法があります、このゲームには。来い、来いよ、来いよ。やばいな、これ。ここでタブロしてよ。ここでタブロしてよ。こうコンビニの前みたいな感じで。降りてった。話し合いましょう。何の音？え？なんかシャキーンみたいな音する。え？何？え？何これ？出た出た。おい、弁当の中で残響処理すんな。あんだよ。おい、もう一回やってみろ、このてめえ、これ。あ？あんだよ。やってみろ。人参わさびって言った。つった。盛りました。ちょっとまあいろいろあったんですけど。ちょっとまあ、みんなに冷静に聞いてほしいんだけど、まだマグロがいます。はい、そう、そうだよね。あ、そうですね。そうだよ。いや、ちょっと三人がいたね、今ね。やばいね。いや、もうでも一人はいいんじゃないかなとは思いますけどね。いや、もう、あ、まあまあまあ、インポスターが一匹目からしないよ。そうですかね。うん、だってインポスターが勝てばいいから。てか、僕して、あ、そういうことか。マグロが通算確定になっちゃってる。なんで？いや、通算、マグロが生きてるとしたら、ミーティングでノッチさん、シニさん、スナッパイさんが止まってて、タケオさん、僕、インポスターっていう目線になってるから、マグロが生きてる世界線だと、通算しかないだよな。でも、マグロおらんのちゃう、普通にじゃ。うん。まあその可能性も全然あるかもしれないですけど、うん、とりあえず今日は、まあ、うん、僕を釣ってもらって、その後ズズ釣りですかね。ちなみにそうですね、スナパイさんシールダーで詩人さんが切られてんの。はい、そう、切られようとして詩人さんがんインポスターですね、切ろうとしてました。で、あのあれが出ました。シールドが、あ、だから守護天使守られてますっていう表示が出ました。はいはいはい、パチーンっていうの、その音だったんだ。ん？ノッチさんと主人さんがこう多分ね、蹴りをつけようとしてるのを僕が見てたんですけど、スッとこっち来てパリーンってなったやつは僕です。ん？
うん、まあ、詩人さんに入れてみます。うん、俺も詩人さんが一番濃厚いいかなと思ってます。うん、うんうん、危ない、この人たち嘘ついてる。この人たち嘘ついてる。マジ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 、つくんだよ、すごく嘘ついてる。あ、そっか、割れ、くそ、とりあえずズズズズイカシだな。とりあえずズズイカシで、とりあえずズズを生かして投票ぶらそう。さっきのコックピットで2キルすればと大思いの方いらっしゃると思いますけど、その時に勝つのはマグロだったから切れませんでした。なあ、すごい飛んでる、ん、すごい走ってる、すごい走ってる、ん、すごい走ってる。お前だ、お前の方だ。お前だ、お前だ、お前だ、お前の方だ。ちょっと待って、アドミン見よう。ズズの位置把握しないと。ズズどっかで隠れてんだろ絶対。キッチンじゃ。シャワーにいるか。切る順番は非常に、え、え、ん、あれ、まさかあいつ、地の心は夏もよよ、止まらない、ずっと言うと止まらない。あれ、え、ズズマグロちゃうか、はい、マグロじゃないな、お前ちゃいます、ちゃいますよ、僕マグロじゃ、マグロちゃうんかい、めちゃくちゃグーネットで走りおるやん、ずっと。それはちょっと話違ってくるぞ、やばいやばい。じゃあ、じゃあ、なつ、いや、いや。そうやね、でもそうやね。まずい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 、ねえ、おかしな、おかしなこと言ってもいい？なるほどね、そういうことか、なるほど、そういうことか、いや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 てぃどういう、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと、そういうことかって言って切ったんだけど、マグロナツピョンです。え、あ、僕、いや、うわ、僕はのちさんとしんさんとスナーパイさん一回止まってみてるし、扉開けて停電直してるし、うわー、これはやばい、え、停電直したの僕だよ、のちさん、これ負けたくそ、そういうことか、竹雄さん、うわー、お前夏ぴょんマグロだろ、いや、え、何を言ってるんですか、いやいや、しらこい、しらこいな、お前なあ、遅えよ、もう分かってんだよ、ズズはずっと止まってたぞ、さっきのターン、いや、じゃあもう誰か死んでます、すでに、じゃあマグロは、いや、もう、もう俺はもう察しました、いやー、ミネさんマグロじゃなかったんだよな、止まってたし、ちょっと待って、マグロは試合を終わらせたいから、まあ俺か
竹雄さんに入れたがるよね、カスピョンはね。まあこれは竹雄さんスキップ入れて、うわマジ竹雄さんが僕を切れるかノッチさんを切れるかっていう勝負でいいんじゃないのかな。ちょっと待って待って、これきついぞマジで。どっちがこの、でもあのね、でも待ってまずいんだよな、そのあの竹雄さんの相方がさっきからさめちゃくちゃ飛び出してくんのよ。めっちゃ死にそうになるの。いやでも俺は逃げ切るわ、海に。うわこれどうしよう、引かれないようにしねえと。マグロの一本釣りされちゃう。スキップだよな、堂々と勝負しましょうよ。いやでも竹雄さんがノッチさんを見つけたとてノッチさんを切らなきゃいいのでは。やばい、俺ミスったかもしれないこれ完全に。うわマジやばい、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 どうしよう。俺の勝利条件ねえじゃねえか、やばいってやばい。みんながタスク管理をすることじゃないかな。もうタスク頑張るしかねえじゃねえかよ。おい終わったこれ、間違えた。うわアドビンで見てやるわ。ドア閉めて。辛いな。どうしたのかな。どうしたのかな。扉開けるの難しい。扉開けるの難しい。どうしたのかな。あらあらあら。あらあら扉閉まってるね。どうしたのかな。一回ミスしたら死んじゃうよ。どう。すいー、やばい、危な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 い、やばい、なにこれ、マグロ勝利だ。なんで、いやいや、インポスター勝利になってる僕は。あ、本当に。僕もインポスター勝利。お先真っ暗かと思って安心して、もうちょっと心配になったから。な、な、なるほどな、なるほど。ウィン出してほしいなと思って。目の前で切ったわけだ、だから。そう。夏美代さんがうろうろしてんの見たから、あ、夏美代さんの方が。ギャップ狙ってる？ギャップ狙ってんの？でもさ、だからそのうち闇落ちするんじゃないかって言われてた。闇落ち？お先真っ暗まだから？かわいそうに。うん。お先真っ暗。うん。元気出してほしい。うわぁ、これは。それはいいなぁ。未来明るいよ。主人さん、扉閉めすぎだよ。未来明るいよ。めっちゃ緊張するんだから、扉一枚。扉一枚、もしいいってなったら死ぬからさ。そう、マグロ分かる。一回ミスったらね。